あなたは絶対合格できる。どうも、岩勝利です。今回はどうしてもこの1年で国公立の大学に合格したいと思ってる現役生、浪人生のみんなに数学の勉強法を教える動画です。この勉強法でね、私自身もすごく成績が上がって、もともとは現役生の時っても難しい問題集をね、解き散らかしたりとか、周りの香りの合わせて簡単な問題は解いてたら恥ずかしいからとかって思ってやんなかったりとかして、もう一切成績上がんなかったのね、でもこのやり方でその勉強をしたことで数学に対する苦手意識がなくなって、みるみる浪人生になってから成績が上がっていって、で無事京都大学の農学部に合格したのね。で他にもこの勉強法実践して、もういきなり定期テストで100点取れましたとか、もともとクラスで半分より下のね成績だったけど、この勉強法やってからいきなりクラスでトップのっていうか満点でしたとかっていう子もいたし、数学はもう理系に向いてる人が得意なんでしょって、センスなんでしょって、要するにって思ってるのみんな。それね、大きな間違いすぎて、もうそこからまずと認識変えないと、受験うまくいかないよ。そこまで行ってない人はそれでやってないってことなのね。要するに基本問題、標準問題を自分にはレベル、自分の志望大学に合わないレベルだからって言って避けたりとか、今こんな問題やってても間に合わないからと思って下手に難しい参考書に手を出すと、これはもうどんだけやっても成績上がんないっていうルートに入っちゃうの。もうこれ怖いでしょ。だから同じ参考書やっててもぐんぐん伸びていく人と伸びていかない人がいるんだけど、ぐんぐん伸びていく人はその基本問題、標準問題に蓄積がある人でも、ない人がちょっと見え張って高いレベルの参考書やっちゃうと、これはねもうね上がんないんですよ。悲しいかな。だから最初の参考書選びから見誤ったりとか、その一冊の参考書をちゃんとやりきる、基本問題、標準問題をめんどくさがらずに、めんどくさいんだけど、ちゃんと丁寧にやりきる人は本当にちゃんと成績上がっていくから、そこの努力さえ怠らなければちゃんとできるようになる教科だからね、数学は。ぜひちょっとこの動画最後まで見てもらって、実際に自分が反復してる教材で実際やってみてください。でこれはその学校で使ってる教材とかでも使えるから、現役生でももちろん使えるからね、ぜひ最後まで見て一緒にやっていきましょう。そしたら具体的にどういう風にやっていったらいいか教えるね。その勉強法の名前はズバリセルフレクチャー。私よりも先に言えた人多いかもしれないけどセルフレクチャーっていうのは、これはねうちでしか教えてない勉強法で、超画期的で、もう私このおかげで受かったの。一つの問題を1分で反復できるっていう、これ超高速反復法なのね。普通はさ、数学の問題って1台あったら15分とかかけるでしょ、書いて解いて15分とかかけちゃうけど、でもこの勉強法はね、問題を見て解法を口でブツブツ言って次の問題行くっていう風にするから、まず書かない、書かない、計算しないってやるから超時間短縮できるので、書くと計算するってそんなね、この最初の時期にやらなくていいことなのね。もう最後にやればいい、入試直前期だって計算って、ルール決まってんじゃん、足し算引き算掛け算割り算とかログとかルートとかあるけど、そんな多くないから、ルールがね。だから後回しでいいっていうのと、解法はいっぱい覚えないといけない、解法とか公式はいっぱい覚えないといけないから、これは最初にやっとかないといけないことなのね。だから逆にしちゃったらもうね、おじゃんだよね。最初に計算と書きの練習めっちゃやって、解法最後とかちょっと終わってんじゃん、極端に言ったら。だからその最初に仕留めとかないといけないのが、その解法パターンを暗記するってこと。だから最初の4、5、6、7月までは暗記で済むっていうね、実は、数学は暗記っていうね。だから暗記がうまくできたら数学ってちゃんとできるようになっていくから、今からそのやり方を教えていくね。はい、まずやっていてほしいのはね、反復なのね。やっぱ一冊は完璧にしようと思ったら、一回じゃみんな理解しきったりとか完璧に書いて解ききれるところまでいかないでしょ。だから絶対やっぱ何回もやらなあかんの。でこれは編集70の子みんなやってるからね。実はあの子は全然勉強してないのに成績がいいって、それ嘘だから、ちゃんとやってるから、みんな実はやってるから、みんなもそういったねちょっと泥臭い努力をちょっともうしなねあかんとか、したらみんな上がるから、そこはもう安心してついてきてくれたらいいからね。でまず7回反復、まずここを目指そう。最終的には完璧にしようと思ったらもうちょっと反復しないといけないけど、まずは最低7回やったら、ここでちょっと変わるから、まずは7回反復するんだけど、まず1周目は見るだけ
読むだけなの。一週目ね、みんな解くでしょ。解かない、もう書いて解かない、もう時間かかるから。ね、わからないところに時間かけるの無駄やから最初。なんかもう見るだけで、そこからそれぞれの問題について仕分けをしてください。仕分けっていうのは二重丸、丸、三角、×で分けるってことね。じゃあちょっと1週目やってみるね。例えばこの問題見てみたら、A を x 二乗プラス x マイナス3で割ると、乗が 4x マイナス1マイナス13x マイナス5である。で、もう答えをすぐ見る。すぐ見るね。で、そしたらこの問題の条件からこういう式が成り立つなーって、あ、確かに、そうやな、小と、この割る数かけてそこに余り足せば正式 A になる。確かにそうな。で、あと計算するだけやな。括弧に読んで答え見て、すんなり理解できるし、次問題、この問題解いてって言われたら解けそうやなと思ったら、こう二重丸をつける。まあ、この子は最初はね、一重丸やったから、最初はもしかしたらちょっと次解ける自信がなかったかもしれない。でも最初からもう次は絶対解けるわと思ったら二重丸をつける。で、基礎例題とかあったらね、簡単なものが多かったりするからすぐね二重丸とか丸になると思うけど、ちょっとね複雑な問題とかになったりすると、二次方程式 x 二乗マイナス x マイナス 5m プラス22イコール0の1つの解が他の解の2倍であるとき、定数 m の値と2つの解を求めよって読んでみて、あそこ今回2倍やから2つの解あることに表したら良かったんやなって、あ、そっか、そこから解と係数の関係使うんかみたいな。理解はできたな、理解はできたけど、次実際この問題を例えば1週間後に解いてって言われたら自分で解けるかなどうかなって分かんなかったら丸をつけるみたいな感じ、ですね。だから基準は、仕分けする時の基準は、次じゃあ3日後とか1週間後とかにこの問題解いてって言われたらスラスラ書いて解けるかどうか、ちょっと自信、解けそうだけどちょっと自信なかったら丸で、もうあんま自信ないな、もう次もしかしたら解けないかもしれないなって思うのは三角で、もう解答見た時点でちんぷんかんぷんやなと思ったのはもう×っていう風にこう仕分けをしていくっていうことね。今見たらわかると思うけど、ここをねすごい往復するのね。問題と答えをすごい行き来することが多いの。これ読むパッて見えるでしょ。でこういう風に問題のすぐそばに答えがあるから白チャートってすごくいいの。わざわざこの問題して選んでる理由はこれなのね。だから白チャート以外の問題集でやる場合も、こういう1ページに、見開き1ページに問題と答えがまとまっているものを使った方がいいから、そこだけ注意してね。だから現役生で学校の教材使うとかいう場合は、ノートにこう切ったり貼ったりしたりして、問題答えっていう風なノートを作っても OK で、この1週目をやるときにね、ここポイント、まず最初にこの1週目をこう一気にザーッと最後まで、もう3日とか4日ぐらいで一周ザーッていっちゃってほしいの。その間はもう反復しなくていいから、ザーッとも一周全部問題見ちゃう。ってすると、何がいいかっていうと、ザーッと一周全部見ちゃうと、だいたいこれぐらいの量の問題を完璧にすればいいんやなってなんとなく体感でわかるでしょ。それが安心感につながったりとか、じゃあこれを全部完璧にしていけばいいんだなっていう風な目処が立つというかね、全部目を通してるっていうことに対する安心感が生まれます。だから一回最後までザーッと見ててほしいの。だからあえて最初は解かない、解いてったらさ時間かかりすぎてしんどってなるやん、無理やってなるやんか。だから1回目はもうスピーディーにざっと見てしまった方がいいからね。2週目からは正レクチャーをここからやっていくよ。で、正レクチャーは1回ざーっと見たよね。1回1週目ざーっと見たから、その記憶をちょっと頼りに、じゃあこの問題を見てみた時に、最初はちょっとチャレンジで隠してみて、で解法出てくるか確認してみて、で出てこなかったらもうすぐ答え見ていいから、ここポイントね。分かんないのに無駄に考えない、パッとすぐ答え見る。で見てどう発想すればよかったかなってつなげて、でこの問題はね、三次方程式が与えられて重解を持つってなってるから、この重解を持つっていうヒントにこの解法を思い出せばね、一回この三次方程式を因数分解して、その後に場合分けね、この x プラス1 と x 二乗プラス x マイナス a が同じ解を持つときか、もしくは、この x2 乗プラス x マイナス a が
10回持つ時で2つそれぞれ求めたらいいなみたいな。あ、そっか、うん、で分かんなかったら、うん、あ、そっか、こういう条件が与えられたから1回これ因数分解してから場合分けして解を求めたんだな、うん、で理解できるよね。で次の問題いくっていう感じで、あの2回目は解法が出てくるかどうかをちょっと試してみてください。で3回目で、この2回目からこう3回目に行くときにポイントがこうあって、必ず3日以内に復習してくださいね。なので忘れるからね。でさっきみたいに解法確認しても、もう1週間とか2週間とかだったら忘れちゃうから、だから3日以内にも絶対戻ってきて3回目をやります。3回目のセルフレクチャーやってね。だから2回目で確認した解法が3回目でもスラスラ出てくるかどうかを試してみるってことね。でまた仕分けする。でセルフレクチャーにかける時間は2回目3回目4回目って減るにつれて毎回ちょっとずつ短くなっていくのが理想、うん、で4回目も同じようにセルフレクチャーやってください。だからその分かるかな、もうこれも3日以内ね、うん、3日以内からここまで行くときに3日以内で反復する、うん、分かるかな。だからさっきみたいなやり方で解法確認して、また3日後には確認して、その3日後にも出てくるか確認してっていう風に、時間を空けずに解法が出てくるかを何度も確認するってことね。でこうやって反復し続けた結果、最終的にはこれで答えを隠してても、はい、3次方程式 X3 乗プラス 1X2 乗マイナス1個0か10回も過ぎて正の値を求めようで、こう答えを出さなくても、まず3次方程式を因数分解して、その後10回も持つ条件は1次式とその2次式の解が被る場合と2次式の方が10回も持つ場合と場合分けして正の値を求めるって感じ、隠しても全部言えるようになるっていうところまで、セルフレクチャーで3回以内に反復しながらこの状態に持っていこうねってことね。でセルフレクチャーすらすら言えるようになったら、5回目はやっとお待ちかね、書いて解く5回目にですね、その問題、ずっと解法ブツブツ言ってた問題について書いて解くっていうのをやっとここでやってみましょう。で解法すらすら言えるようになってるから、書いたら絶対すらすら書けるでしょ、解ける気がするでしょ、うん、あとは計算ミスしないかどうか確認するだけ、うん、だからまあ言ったら、ここで正ヘレクチャーで抜けてるところなかったかなとか、アラがなかったかなっていうのをこの5回目書いておくときに確認するっていう感じでやるとグッドです。でもう一つコツがあって、セルフレクチャーの時の仕分けと書く時の仕分けは色分けするといいよ。セルフレクチャーの時の仕分けは黒で書いて、書く時の仕分けは赤で書いたりすると分かりやすいでしょ、仕分けする時にね。という感じでこの全ての問題を、何度も繰り返し反復していってっていう風にやっていけば、全部の問題が書いて解けるようになります。しかも最短最速で時間をかけずに、隙間時間でも例えば10分休憩時間あったら10台できるってことやからね、セルフレクチャーでね、うん、だからそういう風にやっていってもらったら、すごい効率よくこの一冊が仕上がっていくから、ぜひやってみてね。で、進めるペースとしては、1週目はざーっと最初やっていくって言ったよね。で2週目やるときはいきなり全部前からセルフレクチャーやると超時間かかるから、1日10台ずつ増やしていくっていうつもりでやってみてください。そしたら1冊2週目が全部やりきるまでに1ヶ月ぐらいかかるよね。だから4月いっぱいはその2週目をちょっとずつ増やしていくっていう感じ、うん、で1週ざーっと全部2週目終わった後は5月でどんどん全部の問題をぐる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 反復して、1冊の問題集を3日で1周するようなイメージで反復していくと。で6月になったらセルフレクチャーもぐるぐるやっていきながら、どんどん手書きのをね、時間をこう増やしていくっていう風にして完成を目指していきましょう。で6月の最後になったら、どの問題でもスラスラ書いて解けるよっていう状態になったら、もうね、そのペースで白チャートが完成する子っていうのは、だいたい京大の理系学部とか東大の理系学部にも合格してますし、まあ、文系でもそうだね、難関国公立大学に合格してる子はみんなだいたいこの参考書3ヶ月とか、まあ、長くても4ヶ月で完成させてるから、まあ、それぐらいの目処でやっていけば皆さんの志望大学に届くと思って、ぜひ反復をしてみてください。そしたら今回は国公立に絶対合格したいと思っているみんなのために、ちょっと数学のね、反復についてちょっと詳しめに、また今までの動画とは違った角度でお伝えできたかなと思います。
ちょっと実際にやってみてコメントとか感想とかちょっとぜひ書いてみてほしいです。私もその動画分かりやすいかなとか、みんなにとってどういう表現をしたらいいのかなって、結構ね気にしてるから、コメントをしてくれたらすごく嬉しいです。じゃあこの動画を気に入ってくれたみんなはチャンネル登録とグッドボタンを押してください。お願いします。で、私個人の LINE アットもやってるんだけど、応援メッセージとか動画の新着案内を送ってたりするから、ぜひ気になる人は登録してみてね。で、ミスターステップアップでは新規通塾生通信生を大募集中です。通塾の場合は無料の入塾説明会で、通信の場合はこう下にですね、概要欄のところに URL 載ってるからページを詳しく、ぜひご覧になってください。ってことで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。岩瀬織でした。バイバーイ。